今回はクリスマスのコーディネートということで皆さんに来てもらいました。イエイ。はい、皆さん各自それぞれテーマがあるみたいなのでちょっと聞いていきたいと思います。ガイルさんから、はい、私はイメージはアスクのフラワーパークっていうイルミネーションに行くのを想像して組みました。かわいいかわいい。なんかイルミネーションなんで、まあ、デニムでなんかカジュアルやけどちょっと肌見せできるようにこういう下着のアイテムを合わせてちょっと女性らしい印象もつけつついつものカジュアルを残しつつな感じで組みました。抜かりないです。はいそうです。はい、はい、こんな感じです。じゃあモーさんは、はい、私は横浜のみなとみらいとか赤レンガ倉庫、うん、イルミネーション行けたらなと思って。バデーだよね。はい、うん、クリスマスの確かに色味にもチェックが一緒にクリスマスでね、はい、デートって感じですね。お似合いです。じゃあ私、はい、私は大人な夜のディナーなので、うん、ちょっとファー着てきた理由としては、はい、ちょっと夜表参道歩いてから、はい、でちょっと脱いでセットアップでお肉早く食べたいみたいな感じです。はい、いただきます。ダイさん、はい、私はミドインチコーデって感じで、うん、もう考えてダウンとか歩きやす重視で、うんうんうん、可愛いけど歩きやすいどこのミドインチですか。読売ランドの人にないですね。イルミネーションもありますね。確かに休めてイルミネーション見れてるみたいな。そう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 ですね。いい感じです。はい、こんな感じですね。ありがとうございます、はい、こんな感じでした。ではクリスマスコーデ、みんなのやつを今から紹介していきます。じゃあまず、どうしよう、前さん、私、はい、どこ行くんですか。この私は、ユニバー、厚底入ってる。あ、厚底大丈夫ですかね。全然余裕です。あ、関係ないので、はい、関係ない。これで、ユニバーでイルミネーション、あー、書いてきます。あー、でかいですね。はいはいはい。じゃあはい、私は長野の里に、おお、三重県にある、うん、なんかめっちゃ綺麗なんですけど、めっちゃ綺麗、めっちゃ寒いイメージなんで、うん、モングにしました。私はめっちゃ広いところ、あ、そうです、そうです、いいよいいよ、はい、なんかあのパンピスパンピですね。かわいい、ちょっと女っぽくって感じで。なるほど、なるほど。私はクリスマスのライブコーデにしました。あ、はい、いつでもいい。ポイントだけ言っていいですか。ちょっとだけ言うと、後ろがこんな感じで開いてるので、ね、ちょっと後ろの縦にも回ってる。